皆さんこんにちは、さやさこころです。お待たせいたしました。リンゴルフオープン2019年の募集が開始しました。はい、ということでですね、まあもうね、ウェブサイトは載ってたのでご存知の方はたくさんいたと思うんですが、申し込みも結構会場が多い分パラ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 と来ております。本当にありがとうございます。で、改めてご案内を YouTube でしたいと思うんですけれども、リンゴルフオープンのコンセプトはですね、誰でも参加できる、つまりオープンとかなんかちょっと難しそうな競技のイメージありますけど、そんなことはないです。誰でも本当に出てくださいというのがリンゴルフオープンの大事にしているところでございます。はい。で、コンペ初心者の方ももちろん大歓迎で、参加資格はたった一つ、ゴルフが大好き、ただそれだけです。ゴルフが好きな方はぜひお越しください。はい。で、競技と言っていますが、基本的には皆さんとゴルフを楽しんでもらって、ほんのちょっとだけ今日だけは真剣にプレーしてみようっていう方がガンと何人も集まってやってるのがリンゴルフオープンになります。で、まあラウンド終わった後はパーティーがあって、結構まあ表彰式っていうよりも私たちとこう質問タイムをしてみたりとか、まあ、普段聞けない YouTube のあれって何なんですかとか、意識していることとか教えてくださいとか、飛距離アップはとか、まあ、何でもいいんですけど、こう結構質問形式で質疑を落としたりで表彰もあったりします。はい。で、一人で参加ももちろん OK です。はい。お一人様の方もね、半分ぐらい、参加者の半分ぐらいはいたりします。で、一緒にラウンドするのはリンゴルフいつも応援してくださってる方ばっかりなので、初めましての方とも結構仲良くなれたり、リンゴルフの話で盛り上がったりとか、まあ、ゴルフの話、まあ、ゴルフの趣味っていうことが共通なので、全然初めて同士の方でも結構普通に友達になって帰っていかれてます。で、リンゴルフオープン2019ですが、開幕戦はなんともうすぐなんです。ちょっと告知が遅かったですね。はい。1週間後以上はあるかなとは思うんですけど、4月16日火曜日、場所は太平洋クラブ成田コースがスタートになります。申し込みは先着順ということで、今回抽選ではないので先着でもう申し込まれた方がどんどん参加となっていきます。ゴルフ好きの皆さん、ぜひゴルフ場、まあ、開幕成田集まりましょう。以上、リンゴルフオープン2019スタートですの告知でした。バイバーイ。